若手にあるまじきヘボイな空才、将軍昇格までのマーティンの武功まとめ。皆さんこんにちは、宮司のコーランです。今回は将軍昇格までのマーティンの武功まとめについて考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。李信、王賁と肩を並べ、天下の大将軍への道を駆け上がる将、マーティン。彼は他の2将と比べて将軍首にこそ恵まれていませんが、代わりに類稀なる文才で下士官の頃から戦局を大きく動かしてきました。そんなマーティンの将軍昇格前までの武功をまとめてみました。考察へのご意見、ご感想などをぜひコメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、動画下からチャンネル登録と高評価をお願いします。1300人称から1000人称時。ではまずマーティンの武功のうち古いものから振り返っていきましょう。マーティンは初登場時すでに千人称となっており、この昇格は彼の観戦での武功によるものだと自身で語っていました。武功の詳細は不明ですが、時期から逆算して考えると、マーティンは馬四戦の直前に関へ出征したモーゴー軍に参加しており、史実ではマーゴンはこの出征で13個もの城を関から奪っていますので、観戦時にマーティンが挙げた武功は城攻めに関するものだったと考えられます。このようにマーティンは李信らと出会う前から千人称へ昇格していたのですが、マーゴーの育成方針のために学科隊の兵数は300人に据え置かれており、マーティンのやる気を削いでいたようですね。それでもマーティンは面と向かってマーゴーに反発することはなく、戦をサボって買い物に向かう程度の可愛らしい反抗をしていたことを踏まえると、彼がいかにおじいちゃんっ子だったのかが伺えますよね。2、3、4戦前。秦の三洋侵攻が決定してからは、モーティンはモーゴー軍に加わって魏へと出征し、道中の功労城の制圧を見事成し遂げています。もっとも、この時の武功は、モーティンがワンホンの策の戦果を横取りする形で挙げたままでしたので、城の制圧後には、玉砲隊の兵たちから大ブーイングを受けていましたけどね。そして、モーゴー軍は凛子の襲撃によって、数名の千人称を失った後は、功労城制圧の功が認められたのか、学科隊は正式に千人隊へと拡張されます。モーゴンはこの時点で、待ち受ける敵が連覇だという情報を掴んでいましたので、この先の戦いが激戦になると読み、マーティンへの枷を解き放つことで、彼が自分の身を守れるようにしてあげたのかもしれませんね。3、3洋戦。そしてマーティンは、三洋戦から持ち前の軍才を発揮していきます。彼はまず、最も危険な敵将である凛子を最優先で撃つべきだと考え、李信と王賁の協力を取り付けて、若手三隊による協力体制を構築します。この時モーティンは、李信には、肉親であるモーゴンを守りたい、という話をして彼の心を揺さぶり、王賁に対しては、凛子を撃てる策という実利を示すことで協力を仰ぐなと、反発し合う若手たちを、巧みな交渉術で見事にまとめ上げています。そして、二人の協力を得たモーテンは、彼らを凛子の元へたどり着かせるために、自身は最も犠牲を出しやすい、凛子兵の総統役を引き受けました。結果的にモーテンは、千人称の身で、旧三大天の右腕、凛子を自身の策にはめて、李信と王賁が凛子を攻撃できる状況を描き切りましたので、この時点から、彼がいかに非凡な文才を備えていたのかがわかりますよね。さらにマーティンは、三洋戦の終盤にて、連覇との一騎打ちに敗れたモーゴンをかばい、間一髪のところで、彼の命を守ることに成功しています。もし、マーティンがここでモーゴンを救わなければ、秦軍は総大将を失うだけでなく、連覇から和睦という情報を引き出せずに、戦が泥沼化していた可能性が高いため、その未来を回避させたモーティンの功績は、相当なものだったと言えそうですね。4、合従軍初日。三洋戦の後、マーティンが再び大仕事を成し遂げたのは合従軍の時です。マーティンは合従軍時、トン・ウォーブレンゴー軍へ加わるよう辞令を受け、祖軍と激戦を繰り広げました。モーティンは凛門が白霊の狙撃で命を落とす姿を見て、これ以上自分の将に犠牲を出さないよう白霊の排除に向かいました。途中、玉砲隊が援軍に駆けつけたことで、乱戦状態になった好機を生かし、マーティンは、白霊の隙を突くことで深手を負わせ、
彼を一時的に戦闘不能に追い込んでいます。もし彼が白衣を切らなければ多くの新将が狙撃の餌食になったでしょうから、マーテンはこの活躍で多くの新将の命を救ったと言えそうですね。5. 合掌軍後半。他にマーテンの合掌軍時の武功として際立っているのはトゥーガンでの遊撃役です。トゥーはカリン軍の苛烈な包囲攻撃に対し左右の軍の指揮官としてオルファン・タマウテンを抜擢しています。マーテンがトゥーの決断を過不足のない適切なものだと受け止めると、騎馬隊による一撃離脱戦法でカリン軍を翻弄し、トゥー軍の防陣を英明させています。そしてマーテンはマーブを撃つべく移動を開始したカリン軍の後を追い、カリンがマーブへの刺客として放った火炎の存在を確認すると、激しい攻防の末に彼の撃退に成功します。トゥーのモーブからは持ち場放棄として怒られていましたが、彼の献身は父を救っただけでなく未来の6将を救う大金星となりましたね。6. 主海兵伝戦序盤。マーテンは合掌軍後各地で戦うものの、残念ながら対戦への参戦機会に恵まれず、彼は部下を挙げる後期は主海兵伝戦までお預けとなります。モーテンは初日に王戦から左の戦場を単独で任されると、巧みな傭兵で自軍の6倍もの兵を要する奇水軍を翻弄し、さらにいつでも敵の本陣を狙える位置に陣取ることで奇水らの注意力を分散させて自軍に有利な状況を作り出しました。そして魔皇が李牧に暗殺されてしまい魔皇軍が総崩れになった際には、討ち取られたはずの魔皇が実は生きているという巨砲を味方に流し、気持ちが萎えかけていた魔皇兵を奮い立たせることで崩壊しかけていた新左軍を見事に立て直しました。下手をすれば新軍は左軍崩壊の余波で早々に敗北していた可能性もありましたので、この場を立て直したモーテンの働きは特別好物だったと言えそうですね。7. 主海兵伝戦終盤。新左軍を無事に立て直したモーテンは王戦からそのまま左軍大将代理に任命されると、限られた戦力で奇水軍の足止めを完遂し、最終日まで敵を釘付けにしています。そして最終日、長軍のバナンジが王戦を狙い突撃を仕掛けてきた際には、マーテンはバナンジとの一騎打ちに臨み、彼の片目を奪う形で戦力をそぎつつ自軍の総大将を守り抜きました。あそこでマーテンが駆けつけねば王戦はバナンジに撃たれ、新軍の行政圧は失敗に終わっていたことでしょう。行戦の乱行交渉に王戦救出の功は挙げられていませんでしたが、新軍の勝敗を左右するほどの大活躍だったのは間違いありませんね。こうしてマーテンの部下を振り返ってみると、彼の将軍昇格までの活躍は可視感時代から戦術的なものが多く、いかに彼が年若い頃から高い視点で戦場を見ることができていたのかがわかります。今後は将軍としてその戦術眼を遺憾なく戦場で発揮して新軍の中華統一に貢献してもらいたいですよね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になったなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひチャンネル登録高評価をお願いします。もしリクエストがありましたらコメントやツイッターで教えてください。以上、軍師のコーランでした。またね。